になってて、ここがプラスチックの素材になってます。で、こっちのこっちと同じ素材ですね。滑りにくい加工はしてありますと、うん、ね、はい。で、これセンサーですね。で、これがレンズ。レンズは10倍で光学ズームがセルブライト。これ F3.5 なんだよね。ここがキセノンフラッシュになってます。それで裏、裏はここで保護用のスポンジがついてるんだ。ここにこういうふうになってると、で、ここ端子と、これボタンね。これボタンで、これが電源のボタン、これがワイドタンテレタンですか。ここにはプレイできないですよ。ここにワイプがついてるよね。じゃあカメラをつけますよ。ね、ここ裏こういうのになってて、これがここにパチッていくと。だからここのカメラの出っ張りがここですよと、ね、だからこういうふうにこうやると磁石の力で勝手にパチッてはまります。でブルブルって震えてこういうふうな画面になるよということになる。これ自立しねえんだな、残念ながらな。こういうふうに自立しないね。で、ネジ穴がないもんな。だよね。ここがカメラの一発起動のボタンで、で、一発終了もできます。当然こいつは半押しにもちゃんと対応してます。半押しね。半押しをすると、半押しをすると、こういうふうにロックするよと。ね、ということはね。で、パシッて取れるということだ。